穴を開けてくれてます。今度はそこにはまるように穴を合わせて、まあ基本的にはこれで完成ですね。じゃあ次に使い方の説明をします。はい、ではですね、このカバーに、これを取り付けてあげます。トリマーを入れてロックですね。はい、で、今この状態でしっかり固定されました。丈夫ですね。でこっちも一応補強してあるので、ビクともしません。はい、この状態で使います。で、じゃあカバーをここに取り付けたら、じゃあ実際に手に持って使うときどうするのって言ったら、やっぱり1回1回外して、付け直すしかありません。でそれって結構現実的ではないので、トリマー台はトリマー台でカバーを1つ買って、それを付けておくという方にが、僕らは、使いやすいかなと思います。で、まあ、いろんな機種あると思うんですけど、大体のものはそのカバーだけで売ってると思います。結構カバーも、劣化して、耐久性が弱くて使えないとかそういうこともあるので、カバーだけで、販売していると思います。それはメーカーさんに直接聞いてみてください。で、だからトリマーをもう1個買うっていうのもまあありかもしれませんが、僕らはそのカバーが2つあれば、手持ち用 と、このトリマー代用にそれぞれ、付け替えておくというような形で対応しています。でですね、これが、まあ、トリマー代出来上がったものです。でこの他にもう1個こんな棒があります。で、こういうのを作っておくと、置かないと、使えません。1つはこう直線ですね。これをちょっと1回、これを止めてみましょう。でこの時に台自体をテーブルに固定しておかないと台自体が滑ってしまいますので、台をもうこういう安いクランプで構いませんので、しっかりテーブルと2点で固定しておいてください。これが1点だとここを軸にくる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 回ってしまいますので、はい、これで動かなくなりました。次この上の台ですね。例えば、このフェンスからトリマーまでの距離を、例えば1センチに掘りたければ1センチに合わせますよと。でその時に、今度この台もくるくる動いてしまいますので、まあビスで止めたり、してもいいんですけれども、ちょっと穴だらけになっちゃいますので、こういうクランプがあったら、こういうものでも、またこういうクランプでも構いません。はい、まあ、今回は簡易的にこれでいきましょうか。はい、こういう洗濯バサミみたいなクランプもあります。はい、これで動かなくなりましたね。はい、でその時に洗濯バサミをこっち側からこういってしまうと、材料を送っていく時に大きい材料だとここぶつかってしまいます。なので奥側に必ず、ここのフェンスには何もない状態にしておいてください。はい、で、あとは例えば、じゃあこのフェンスって曲がってたらどうなるのっていうふうに考える人もいるかもしれません。ここの、面と平行じゃなきゃいけないかというと、必ずしもそうではありません。この線からこのトリマーのビットの頂点までの距離っていうのは、例えば斜めになったとしても、ここまでの距離っていうのは一定なので、基本はこういうふうに斜めになってても、ここの部分から直角垂直にこう当たった部分の距離っていう形になります。それが初めちょっと理解しづらいですけれども、まあ、こことここで合わせれば、どんなこれが斜めになっていたとしてもぴったりきますよということで考えておいてください。一回、ストレートビットでちょっと少しだけ溝を掘ってみましょう。今2ミリぐらい出してますね。そうすると失敗なくこういうふうに綺麗な溝が掘れますよという形になります。今度は、面取り用のビットが取り付いてます。こういう R 面ですね、坊主面、はい、こういうものが、で面を取りたいときというときにどうするかというと、まあ、基本的には、ですね、材料は、何でしょう、前回のトリマーの説明でもあったように、面取りビットにはローラーがついてます。ローラーからそれ以上向こうに入っていくことはないので、一定の面が取れるんですけれども、例えば、まあ、変な話、こう初めから入ろうとして滑ってしまったと、でこうなったり、もしくはこのやっていくうちに最後こうガツンとなってしまったり、もしくは小さいものをやるときは危ないですね。こういうふうに、手が近くなります。なのでローラーと同じ距離のところにこういうふうにこのフェンスを持ってきておいてあげます。こういう形ですね。はい、
このローラーちょっと材料を浮かせてローラーのところに当てて、そしたらこういう形でローラーに当たってるのと同じ距離でここを通ってくれますよという形になります。で、その時にこれがストレートなフェンスですとここまで来てくれません。ぶつかって結局は同じようなことになってしまうので、こういうふうにちょっとまあ僕らは大きめに取ってるんですけれども、こういう材料をつけておいてあげるというような形になります。じゃあこれで実際面を取ってみましょうかね。あて一応、補足説明になるんですけれども、このクランプをする、このハサミシロが左右に出しているというのが大事になります。これトリマー台正方形に作ってしまうとこういう使い方ができませんので、だからこういう鳥居のような天板が長い形になってますよというのが、トリマー台のミソですね。はい、ではこれで1回、面を取ります。はい、ということでこういう形で綺麗に面が取れましたね。手でトリマーを送るときっていうのは結構なんというんでしょう、こっちのトリマーの扱いがこうベースが浮いてしまったりっていうのでなかなか不安定です。例えば、トリマーがここにあったとして片方はベースが乗っかっているけれども片方はベースがありませんのでトリマーがグラグラします。なんですけど、このトリマー台があれば基本は上から押さえておくだけでこういうふうに材料を送りますよという形になりますので、すごい安定して作業ができますということで、こういうトリマー台があると便利なんですけど、気をつけることっていうのは刃が出ているところに手を送り込んでいきますので、その、トリマーの送り方っていうのをすごい注意しないといけません。一つは、この刃の回転方向ですね、こう回転しています。今は、半時計回りですね、半時計回りに回っているものにこうやると向こうにグッと押し出す力が加わるのでスポーンと飛んでしまいます。なので必ず、刃の回転方向と逆に入れてやりましょうというのが一つ、一番大事なところですね。であとは手の送り方です。もちろんこう送っている時にここに手があったら最終的に自分の指を削ってしまいます。なので上から押さえると同時に、手はこちら側に持ってきてこういう形で滑らないようにしてください。ここにこういうふうに手を置いておくと滑って刃に向かってしまいます。ですので、左手も、右手も親指をこうかけておく、まあどんな指でもいいんですけれども指が滑って向こうに行かないようにしておいてあげてください。であとはまあ細い材料をやるときにも同じですね。例えばまあこういう材料ですねを送って面を取りたいとか丸棒を作りたいときとかこういうことをよくやります。こういうふうに送っていくときにここ自分の手が通るのはすごい怖いです。なので途中までこういうふうに送ってやってからまたいでこうずらしながらこういうふうにやってやるというのが、一つコツになりますね。こういう細い材料や小さい材料をやるときは手は近くここをまたがずに、ここを通らずによいしょとまたがってやってこういうふうに上にも奥側にも押さえつけながら最後はこういうふうにまたいでやるというような形で、作業してください。本当にまあここら辺は、個人のやりやすさとか、その危険の察知とか、いう部分になるんですけれども、トリマー台すごい便利で、簡単に作れて、そういう、道具なんですけれども、その使うときには十分注意しながら、行ってくださいねというのが、一つ最後の、言葉になります。はい、ということでこの、画面のままトリマー台の作り方ということで、一番簡易的な、ものですね。誰でも簡単に作れます。15分ぐらいですかね。はい、で、そういうものでも、できますし、次また今度はもうちょっとハイブリッドな、形のトリマー台を、ご紹介したいと思います。はい、では今日も、ありがとうございました。失礼します。